私の女の顔を見くびるんじゃないよ。 さすが坊主、細かいね。坊主ってな。ああ、やってるね、おやじさん。今日は喉閉まっているよ。あれ、スケちゃんは？お前人の話聞いてないだろ。うるさい。これより弔辞を拝授いたします。まずはじめに、ご生前村田先生に学年主任をしていただきました2年生を代表しまして、 広瀬明。はい。すっげえな、広瀬、生徒代表かよ。村田先生、 生物がご専門の先生に、私たちは多くのことを教えていただきました。生命の誕生、植物を育てる意味、食物連鎖の仕組み、生物の授業を通し、この世に存在するものに 何一つ無駄なものはないと教えていただいたような気がします。言葉がありません。私にはこの気持ちを伝える言葉がありません。だから今日は先生に詩を送りたいと思います。 その時の気持ちは言葉にならない。もしもお前がただ広瀬明の声がする方に、私は答えるだろう。自然に足が、お前は聞く、冬はなぜ必要なの。すると私は答えるだろう。 答えるだろう、新しい葉を生み出すため。あれ、サク、お前広瀬のこと好きなのかよ。なんで？傘に決まってんだろ。傘に、これ
母ちゃんが持ってきた。そんなこと聞いてんじゃねえよ。秋吉、手伝え。はい。何やって片付けろ、ほら。さっきなんであんな頑張ってたの長次。負けるの嫌だったんだよね。何に。雨。ヒロシ、さっきから何やってんの。やった、これね、松本君にあげたかったので。ないじゃない。はい。さっきからからかれてる。空に消えてく星の